ンシブル、星に、17年連続優勝するサイプヨラグビーチームで負けなしということでインビンシブルと呼ばれていたチームだが、昨年にエース級がほぼ全員いなくなったことでテコ入れをしないとオワコンと化していた。ここに、海外帰りのアイシールド21の昼間みたいなポジションのデータ魔人のクッソ器用な空気の読めないトリックスターの主人公が入ってくることによって仲間との圧力を生み出しながら少しずつ仲間の信頼を獲得しつつ、クソ強チームまで再建するというスポーツ漫画。漫画もラグビーブームが出た時に合わせてトレンドに乗っかる形で出たし、主人公の選定も現代風だし作画もリアル路線でとてもフィットしているが、いかんせん日本の漫画はサッカー漫画くらいしかほぼ当たらない。野球漫画はメインターゲットがおじさんだから単行本の売り上げに貢献しないので、サッカー漫画なら A キロバイト商法して細長いイケメソを大量に作ればメスのファンがオフセをしてくれる確率があるのでトレンドにさえ乗ればワンチャンあるので、ラグビーはどうしても競技の性質上細長いイケメソを大量に出せないから F1 から F3 の層を取り込みにくいので、そんな、シナリオもキャラクターもいいんだけど、マイナースポーツ漫画なのでうまくいかなかったと思われる作品。